感覚。マジで買おうとしたんだけど、向こうがヤバそうだったから一回買おうとやった。新型の同じやつ買おうとしてて、あ、俺一回ソニー買おうと思って。今はもうちょっと、俺がもしキャノンだったら速攻買いてた。ソニーってまだレンズ少ないのよ。そうですね。うん。で、硬いじゃん。で、キャノンだと、ベース制御だから、流用できるのに、男はなるけど、アカウントはだから。ニコンって、レンズ自体がちょっとアナログなことなんですけど、アダプターかますと、ほぼ、鉛筆使えなくなる。男と合わないから、まあ、全部、全部、それまでは。ね。だからニコンからソニーに変えるとめっちゃ大変なんだよ。ニコンから変わるとソニーだったらな。あ、そうなんだ。え、ニコンから見ないと。ニコンもあって。あの、小田さんの、まあ、ソニーのアルファっていうか、それが巻きビルで、アルファセブンスリーが今もう作られてるじゃん。噂。アルファナインとかも欲しいけど、アルファナイン50万円とかで。あんまり手出すってやつ。だからアルファナインじゃ使えないですからね。こっちがごめん。使わないといけない。あおちゃん、こっちね、裏だ。こっちからやから。まあできれば R2 かな。ね、R2 か アルファ ないよ。これ高いよ。だって 7R2 って感じな。ニコンも今有効利用にお知らせいたします。ニコンがどの程度か。だからどの程度あんなになんか口をこちらして英語をいたします。ニコンが でかいは多いよね。ただ俺あの電気ファインダーがねどうにも多いのがあんま得意で、若干多いし。ある。
Thank you.